皆さんこんにちは、ゆなです。アビです。はい、今日はですね、私たちアメリカに住んでたわけじゃないですか、うん、久しぶりになんかそっち系のなんか喋る感じの動画撮ろうかなと思ってカメラ回してます。今日の動画のお供はじゃじゃーん、なんか餅みたいなやつです。これ美味しいんでしょ。これ美味しかった。なんかみんなさ、うち遊びに来るときに、うん、美味しいやつじゃんって食ってたの。うん、あのね、どら焼きの上位互換みたいな感じ。そうなの。うん、へえ。いただきます。いただきます。まあ、餅とか食べながらゆるく話そうと思うんですけど、私たちアメリカにね、それぞれ私は17年間住んでて、うんうん、住んでた、うん、で、アビは私は3年半かな、4年弱ぐらいですね、うん、まあ、結構長いじゃないですか、4年、はい、4年って長いですよ。長いね。結構長く住んでて、でもまあ私たちそれぞれこう、まあ、こっちに戻ってきて、うん、アメリカに行った時はそれなりにさ、もちろんアメリカ人の界隈とかもいたしね、じゃあ友情、感動の物語とか、仕事で泣いたりとか悔しかったりとか、恋愛とか、うん、たくさんこう見たり経験したりとかしてるわけじゃないですか、うんうん、で最近気になってるそのポカホンタスってワード最近流行ってるらしいじゃないですか。よく聞きますね。何なんすかね。いい言い方をすると、うん、外国、まあ、アメリカとかでモテる日本人女性のこと、うん、正直に言うと、うん、まあ、おそらく日本ではあまりこう受けるタイプじゃないけど、うん、アメリカ行くとこうフィーバータイムみたいな。おー、いい言い方ですね。フィーバータイムになる人のことかな、うん、を言いますね。なるほどね、はい、結構国際結婚とかしてる友達とか知り合い、めちゃくちゃ私周りに、うん、周りとか知り合いにいたんですけど、うん、その辺についてちょっと私たちも今日はなんか物申しに行こうかなみたいな感じの動画になっております。今日の動画で女子会みたいな感じで、うん、みんなも楽しく会えそうな感じなんだっていう風に聞いてもらえたらとっても嬉しいです。それでは動画スタートです。まずさ、じゃあさ、ポカホンタス系女子って言うじゃないですか、うん、あれどっから来てるの、あれって。あれはあれですよ、ディズニーのポカホンタスって。あー、あいつか。そうそうそう、あのアジア人、ネイティブアメリカンか、うん、で顔つきが結構ちょっと平ったいというかさ、うんうんうん、他のディズニープリンセスと違って目がキリッとしてたりとか、うん、顔がシュッとしてたりとか、うん、言葉選んじゃいますね。そうですね、はい、はい、まあ、YouTube なので言葉を選んだ方がいいですよ、うんうん、あ、それがなんだ、それって誰が作った言葉なの。だからその、うん、アジア人同士、日本人で言ったよ、それってポカホンタス系女子って。そうだよね、多分日本人で言ってると思う。やばくない、うん、でもこれって実際住んでたわけじゃないですか、はい、結構私マジでそうだと思うんですよ結構マジでファクトベースでそれはあると思う。でまずさ、アメリカでじゃあ外国人、まあ、いわゆる多分みんな想像してる外国人って白人、黒人、大まかに受けるとこの2つのことを多分みんなイメージしてるから、うん、もちろん外国人ってそれだけじゃないんだけど、黒人さんと黒人さんのこうモテる女の子の傾向みたいに言っていこうよ。はい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 、うん、どういう子がモテてました、周りで。あ、日本人の子ね、うん、じゃあ白人にモテるタイプの子、うん、白人モテるタイプの子が背が高い子。おー、私って背ちっちゃいのよ。ちっちゃい、152ぐらいなんです子供にしか見えないみたいで、やっぱり背がちっちゃい。ああ、元からね、だってアジア人みたいね、若い子、若いからね、顔そうそうそう、顔つきが若いから、だから多分恋愛対象にも入らないんだよね、うん、子供だから。なるほどね。そうそうそう、あ、そこから来てるんだ。あ、うん、なるほど、納得かも、うん、だから背が高いとかモテるんだよね、うん、イメージかな。素朴な顔してる子がモテる。そうだね。これはアメリカに住んだことある人みんなめちゃくちゃうなずいてると思うんですけど、首もげてください。それぐらいうなずいてほしいんですけどマジで顔が素朴な子めっちゃモテるくない。モテんのよ。例えば目とかも一重の子とか、うん、そうだね、うん、うん、鼻とかも高いよりかは低めとか、うんうんうん、マジでこういうなんて日本人っていうか昔の平安顔っていうのかな、うん、っていう子ってモテるよ。モテるね、うん、びっくりするのよ。別になんか日本だとお前モテねえだろってわけじゃないけどさ、でも一般的に日本のなんか基準とかあるじゃんか、うんうん、とかにの真逆、うん、がめちゃくちゃ本当に白人さんにモテたりとかするの。そうだよね。そう、わかる。そうで言っちゃなんだけど、そこに行ってる白人さんってちょっとなよなよしてる白人が多くない。あー、だから自分いけるじゃないけど、うん、ってことだよね。ちょっと失礼になっちゃうかもしれないけど、それはめっちゃ見て思った。まあそれはあるかもね、うん、ある説としてですよ。私たちの感想ですからね、これ。はい、うん、うん、ちょっとあるのかな。あります。うん、断言しちゃった。だってあるやん、あれは。ありましたね。あった、はい、事実で。うん、なんかほんとイケイケの白人さんとかは結構白人さん同士で付き合ってるイメージで、うんうん、ちょっとなよっとしてる人と付き合ってらっしゃるイメージ。黒人さんにモテるタイプの女の子は、黒人さんにモテるタイプの女の子、うん、どうだろう、周りにあんまりなかったかもしれない。あ、本当、うん、あのね、唇が分厚い。唇が厚くてお尻がプリンってなってる日本人の女の人とかは、うん、いや国際結婚してますっていう話をされるじゃん、うん、まあ黒人さんかなって思う、うんうん、写真とか見せてもちゃんと黒人さんなの、うん、確かにね、うん、だ
からすっごいさこう、うん、細身みたいなさこう、うん、日本でウケそうな感じの細身の女の子っていうよりかは、うん、確かにお尻がちょっとさ、うん、大きくてドンみたいな、そう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 、うん、こうメリハリがある感じの人の方が多いかな、うんうん、確かに。だからその体型とかで言っても、うん、まあだからベクトルが全然違うんだけど、うんうんうん、黒人さんに受けるのって、うん、どっちかっていうとこうなんつうのかな、日本の男の人ってもっとじゃあちっちゃうし好きキャシな方が好きみたいなじゃなくて、もうなんか結構こうメリハリがある子、はい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 、なんつうのかな、カービーって言うんだけど、うんうんうん、グラマラスな、そう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 、うんうん、っていう人がどっちかっていうと黒人さんに受けてる。で白人さんと付き合ってる人はどっちかっていうと塩っぽい顔の女の子が多いですよね、うん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 、それ見てどう思いました？どう思う、うん、悪い顔してるやん。え、悪い顔してるよ。え、そう、うん、してる。うん、いや、私もこんな恋愛したいとは別に思わなかった。ほらほらほら、私は分かってて、あー失礼なことを言うからなんて言おうか考えてんだろうなって思いながらニヤニヤしてたよ、それ。いやでもこの動画結構考えなきゃいけない気がする。まあそうだ ね、この動画ね、なんか怒らせたいわけじゃないですか、ね、そう、だし別に誰かを傷つけたいとかさ、ああいうわけでもないんで、もちろんでもこう、うちらがさ、全部取り繕ってさ、うん、虚偽の申告をしてしまうとさ、うん、面白くないじゃんね。そうね、うん、うんうんうん、だからすごいわ超憧れるみたいな感じではない、うん、ない正直、はい、うん、私も全然興味なかったかもしれない。そもそも白人さん見てめっちゃかっこいいって私はもう思わないかも。私も思わない。え、わかる、思わないの。あ、もう思わないよね、うん、そうそうそう、何造形として綺麗だなとか、うん、だってそれはさ、アジア人にもバカイケメンとかいたらさ、うん、イケメンじゃあ病気なのね、だからゲップが喋ってる、うん、ね、出ちゃうんだよね。そう、新生、新生、新生のゲップ、ゲッパーだもんね、みんなゲッパーだよ、本当に。本当にゲッパー出てくるんだよね。どうしたらいいのこれ、どうしたら治るの新生だからしょうがない。そうだよね、そうだよね、そうだね。私ももう新生だからこれは難しいし無理だよって。で、何言おうとしたの。あ、これ何言おうとしたのね、ごめん、ね、私が言いたかったの、あ、そう、なんか造形は綺麗じゃん。あ、そうそうそう、そう、でもさ、うん、アジア人にもさ、もうとんでもないやつとさ、うん、とんでもないやつがいるわけじゃないですか、うん、とんでもない、とんでもないみたいないるじゃん、うん、私の基準でですよ、私の基準、もちろんみんなに好みあるし、うん、どんな人にも絶対需要と供給ってあると思うんですけど、私基準でわあ、おおってなるからさ、うんうんうん、で白人さんも同じでさ、うん、特別なんか白人さんがいいなとか思ったことはない、うん、あとなんか違う生き物に見えちゃうんだよね。あー、なるほどね。で、わかる、はいはいはい、恋愛対象に入んないかもだった、はいはい、そもそも。あー、はいはいはい、うん、まあ、全然これタイプじゃないから。あなたすごいストレートで言ったら、はい、うん、まあでもあのあれですよ、私、うん、中3の時はジャスティン・ビーバーが一番かっこよくましたね、世界で。だからそういう時もあったけど、一周回って、うん、結局アジア人が一番かっこいいなって思います。なるね。私はでも翔平くん、あの大谷翔平選手がかっこいいなと思ってるから知ってる翔平くん、うん、知ってるよ、今日朝話したじゃん。翔平くん新しいレコード打ち出しちゃったって、うんうん、話したじゃん、うん、今日それ。でもなんか、うん、翔平くんの野球のバット振り回してるじゃないですか、うん、いつも、うんうん、振り回してる振ってる、出してますね、はい、ね、夜のバット振ってる時と、うん、やっぱ全然違うから、うん、なんかギャップ萌えみたいな、あ、なんか深い関係とかではないんですけど、ね、もういいよね妄想劇場もういい。でもデコピンが夜やっぱ吠えるから、うん、夜泣きすんだ、するかわいい、うん、私ほんとピンセットって名前が良かったんですけど、それずっと言ってるけどそれさ毎回言ってるけどさ、ほんとピンセットが良かったんだけど、まあでも翔平くん、あ、うん、大谷翔平選手がデコピンがいいって言うからデコピン、じゃあいいよっつって、うん、あ、いいよじゃなくて、まあちょっとごめんなさい、もういいもういい、ごめんなさい、じゃあごめんなさいね、もう全部そうです、すいません、すいません、ほんと虚偽の申告してダメだから、ダメだから、いや、こっちのセリフだから、だから、競技の申告するなって言ったじゃん。なんせ、あなたのスキピにも言いなさい、それちゃんと。翔平くん、そう、翔平やめろよ、マジで乱れちゃうから、乱れちゃうから、乱れちゃうから、はい、まあでもだからそう、私は白人さんは結構違う生き物に見えてるから、うん、そこの憧れとかが全くなかった、うん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 、そうだね、うん、なんか目の色もさ、黒がいい私は普通にで黒か茶色がいい、うん、タイプってことだね。そう、私のタイプ、ね、そう、黒か茶色がいいし、ね、髪も黒いのがいい、ああああ、シンプルにタイプの問題、ね、もうマジシンプル、タイプの、タイプの問題、でもそうです、そうだよ、そうだよ、そうだよ、で結構ね、ネットのね、一部なんかさ、ひねくれてる界隈だと思うんですけど、うん、すごいその、女の子がめっちゃ白人さんに憧れてるみたいな、うん、イメージ持ってる人って多いと思うんだけどさ、実際どうだった、留学生の中で。これはない気がする。絶対ないよね、うん、マジ本当にさ、留学生とかで、じゃあそういう白人さんか黒人さんか知らんけど、そういう外国人と付き合いたい、うん、まあ、アジア人以外の外国人とじゃん、うん、絶対付き合いたいっていうのってマジで10人の中に1人いるかいないかってレベルじゃないいないかったね、本当に全然いなかったよ、いないいないいない、なんだかんだみんなさ、留学生同士でさ、うん、で中国人日本人とか結構あったじゃん、ああいう組み合わせとか、あったで、日本人日本人で付き合ったりとかするのが結構やっぱ多かったよね、うん、多かったね、
全然そっちの方が多かった、ね、多かった多かった、うん、変な感じ、そうだよね、なんか勝手に言われてるみたいなってちょっとあるだよ ね, よね。でそのポカホンタス系の女の子っていうのはじゃあ、うん、白人さんとの結婚というか付き合うのを、うんうん、めっちゃ夢見てる感じなの、うん、あ夢見てるっていうか、うん、ステータスじゃないけど、あ多分こう日本ではそんなにこうウケるっていうかさ、うんうん、顔じゃない人たちが海外に行って、うん、で白人の彼氏と付き合いました、うん、こんな私がイケてるでしょみたいな、うん、の風に見えてるわけよ。なんね超少数だけどいるっちゃいるけどね。いるじゃん。いるね。超少数派だけどね、うんうん、全然マジ20人に1人ぐらいはでもいるそういう人、うんうん、もう付き合った瞬間めちゃくちゃさ、うん、彼氏の写真とかインスタに載せ始めるじゃん、うん、うわー別にいいんだけどさ、うん、うわーってなりません、うん、まあ、自撮りとかね多分すごいこう自信がつくんじゃない。あーええー、その白人と付き合ったことによってなんでだから日本では、うん、ああうん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 、恋愛経験ないっていうか、うん、持ってなかったけど白人さんとまあ付き合うと、うん、自分に自信がついて、うん、こういろいろ自撮り乗せるようになったりとか、うん、こうちょっとパリピームーブをするようになるみたいな。パリピームーブね、うん、じゃないですかね。あーむずいよねその辺のね、なんか、うんうん、なんか正直見た時のさ気持ちとしてはさ、わやってんなと思うわけよ。もちろん私もさ、うん、わやってんなみたいな、うん、思うけどさ、でもさ人間ってさ、なんでそれ自信つくのは別にいいこと、いいことよね、いいことだし、うん、まあ、それでちょっとこう調子乗りたくなる気持ちもわからんのではないからさ、うん、でももうちょっと冷めた気持ちはちょっとなり、わやってんなと思うよそれは。それは思いますよ、人間だもんだって。私もまあね、本当にこればっかりは本人が良ければいいで終わっちゃうじゃん。で終わっちゃう、膨らませようがなくないってめっちゃ多くない、うん、うん、ポカホンタスか、はい、なんでこんな言葉が流行り始めたのかって感じじゃない。ああそうだね、うん、うんうん、その流行ったきっかけっていうかさ、前からポカホンタス系女子っていうワードはあったわけ、うん、で私もコメントでたまに来るよ。あ、来るんだ。たまに来るの昔ね、うん、本当私がマジ2、3年は最近は全然来なくなったけど、うんうんうん、2、3年前とかアビが全然マネージャーとかやってくれる前に、うん、ポカホンタスポカみたいなのは来てた。何なんだろうね分からん、ね、私ひなこも来てたって言ってたよ。あ、そうなんだ、うん、何なのそれ。で分からんのよ。私多分そのいわゆるポカホンタス系女子とはさ、うん、全然違う。違うね、うん、うん、違う、ね、私、まあ、私とかアビとかもそうだと思うんだけどさ、うちらってさアメリカには住んでたけどさ、うん、かぶれてないのが結構売りじゃないけどさ、うん、うん、まあ確かにね。喋る時もさ、これ私ちょっと意義あるんだけど、はい、こう留学とか行って戻ってきてめっちゃ喋る時に英語混ぜる人ってあれはムカつくの普通に。ああいるよね結構、うん、あれは見ててムカつく。別に、うん、白人さんとか黒人さん付き合うよりかそっちの方が私ムカつく。普通に喋れないよって思っちゃう。確かに確かに、うん、いるわそういう人、うん、でめっちゃなんかさ心当たりあるみたいな、うん、ありますね、うん、はい、そういう人もいます。そういう人の方が私なんならムカつく、うんうん、なんかさ英語喋ったか混ぜた方が喋りやすいよねとか、うん、はみたいな。だってお前さ、うん、日本お前さってあなたはさだって英語喋れるようになる前はさ日本語しか喋れなかったよねみたいな。日本語で一卒できてましたよね。じゃあ日本語で喋ってるよくないって思ってたのはあった、はい、うん、それはそう。混ぜる意味がわからない。だからどっちも不中途半端になるんだよ、うん、バーカは言い過ぎですけど。ストレス溜まってます。大丈夫、ちょっとあるかもしれない、ね、ちょっと乱れてるよね。ちょっとね新鮮新鮮全然新鮮。 LA とかハワイとかでもそうだけど、なんかこうあんまり私普段つるまないんだけど、そういうなんか英語と日本語めっちゃ混ぜて喋るみたいなタイプの人、はいはいはい、でもたまに居合わせたりとかするじゃん、うん、ってなるとさなんかみんなこう混ぜて喋ったりとかするから、で私もなんか合わせて喋ったりとかする時あるのね、うん、別に両方喋れるからさこっちもさ、うんうん、なんかその中の人が「え本当なんか変な日本語になっちゃってごめんなさい」みたいな言って、もう人「えでもみんな日本語おかしいから大丈夫だよ」って言う時があるの、うん、絶対一緒にしてほしくないなってうん、あるかも、うん、結構私自分の日本語にプライド持ってるからさ、マジ一緒にしない。そうだねってプリーズみたいな。悪いよそれ、ちょっと悪かったね。ちょっと悪かったね、ちょっと悪かったねとは思うかな、うん、そうだね。普通にね言語学的にさ、うん、なんかさ別にだってさ英語喋る人は英語で自分の思ってること 100% 伝えることができるし、うん、全部上手くなればよくない、うん、みたいな、うん、それをさなんか日本語で喋ってる場面で英語喋ってるのかひけらかすじゃないけどさ、する必要ってあんのみたいな。私のめんどくさい部分です。はい、ちょっと職人気質なんだよね言語とかになっちゃうと。そう、私はめんどくさいところですこれは。はい、まあでも言う権利はありますよ、とりあえずなんてね、任せてください。ちゃんと極めてるから、はい、全部結構ネイティブレベルで喋れるんで、それはちょっと見てて、だから中途半端になるんだよ、うん、君たちそれでいいのと思ってしまいますかね。はい、アビはどう思う。え、でも、うん、ほっといたら治るじゃん、それだって。そうなんだよね、めっちゃわかる。そうめっちゃわかる、めっちゃわかる。次会った時、あれみたいな、うん、ちゃんと喋ってるね、みたいな感じになるから。わかる、わかる。そうそうそう。ほんと聞けばいいじゃん。ほんと聞けばいいじゃん、めっちゃわかる。だいたいなんか、あれはでも申請だからさ、なんか帰国して、うん、半年1年とかやるじゃん。うん、やる。1年経ったら申請治ってるから、そう、治ってるから、うん、そのキャラ忘れてんの、もう自分で。普
通に喋ってる、普通に喋ってる、四字熟語とか使えちゃったりするもんね。あ、そうそうそう、うん、使えちゃってるから。で、そうだよね。アメリカにじゃあさ、結構うちらいたわけじゃんか、うん、白人さんとか黒人さん付き合ってみたいなと思わなかった？思わなかったね。全然私も思わなかった。人種とか関係なく、その人とか関係なくなんだけどさ、なんだかんだ国際結婚してる人って離婚率高くない？だって。確かにね、うん、高いかもね。高いよね、なんだかんだ、うん、まあそれってさ、多分さ、文化背景がやっぱ違うからさ、うん、食事が合いません、考え方が合いません、そりゃだって違うじゃん。それは違うからさ、まあそういう違いが多いからさ、分かれやすいっていうのはさ、ね、もちろんあると思うんだけどさ、なんだかんだこう、私がハワイにいた時かな、なんか一時期すごいその働いてたところにめちゃくちゃそういう国際結婚してますみたいな感じな、うん、これこそ多分ポカホンタス系みたいな感じのマダムがすごい集まってる時期があった。いや、まあ合わないから、相性が合わなすぎる。合わなそう、まあ合わない、全然合わなそう、まあ合わないから、うん、私はあんまりその、うん、もう本当にまあお客さんと、うん、私店員さんだったんですけど、うん、もうほぼ必要最低限しか喋れないから、うん、もうまあ合わなくて、やっぱ結構なんか個性的っていうか、うん、結構変わってる人多いんだよね。そんな感じする。そうなんだよね。感じする。いや、そうなんだよ。いや、わかる。で、わかる人にはわかると思うの。あんま悪く言いたくないんだけど、ね、本当に変わってるのよ。本当に変わってる人多いね。変わってるって別にみんな何かしら変わってるんだけど、悪い意味で、なんだろう。全員じゃないよ。マジで全員じゃないですよ。私の言った会話が悪いかもしれないんだけど、なんかあんま人の迷惑考えないとか、うんうんうん、子供の話にするとか、うんうんうん、キッチンに入ってきた時はあったの。うん、そのなんか、そうなの。なんか結構そのオープンエアみたいな感じなカフェだったから、うんうんうん、パッて入ってくれるんだけど、女の人がまあ国際結婚されてて、何人とか言わないんですけど、まあ、国際結婚されてて、で子供もハーフも可愛い、うんうん、こうよくまあ連れてきてたんですよ。でその子供とかまあ面倒見なくて、その人が、うん、なんかマダム会してる時に、うんうん、子供がさ、こうオープンキッチンだから入ってきちゃうの、うちの方に。で、あー危ないですよってちょっと大きい声でさ、向こうに分かるように言うじゃん、こっちもさ。そしたら向こう子供の名前、例えば子供の名前がジェームスだったじゃん。ジェームス、ジェームスでさ、みたいなっていう感じな人がマジで多かった。うん、もちろんちゃんとしてる友達もいるの、全然。そうだから、そういう友達がね、もし見てたとしたら、全然あなたたちのことじゃないので誤解してほしくないんですけど、まあそういう人も結構多かったから、ちょっとモラルがない、ちょっとない人が多かったイメージはある。でもちろんさ、なんか日本人と結婚しててもさ、そういうことをする人はたくさんいるから、じゃあこれだからとは言えないけど、そういうの見てると、正直あんまいい印象は私は当時なかった。そうだな、から、うん、自由を履き違えてんじゃない。おっと、来るか来るか人に迷惑をかけても大丈夫って思っちゃったんじゃない。アメリカに住んでるってことでさ、あー気が大きくなっちゃった。そうじゃない、うんうん、だからハワイ、それってハワイで、ハワイに住んでる自分、いけてるみたいな、それで調子乗っちゃったみたいな感じで。もそういう人ってマジで結構いたよね。そう、少数派の、そのままそういうことする人、少数派、大体みんなさ、アジア人同士付き合うじゃん。少数派の中だと、結構こういう人が多数派だった気がする。確かにね、そういうのすごいなんか変な話だよね。そうだね。そう、だから大派なんか留学とか行ってても、別に憧れとかはないような気がするし、なんならアビだってさ、言わなきゃさ、分かんなくない？留学してたとかさ。うん、分かんない。出さないんだよ、だって全然。なんか私はそういうとこかっこいいなって思う。あ、見てわかんない。なんか出さないじゃん、変にあるってさ、うんうんうん、別になんか無駄に英語喋ろうとしない。まあ聞からなきゃ言わないですよ。でしょ、はい、それってかっこよくない？うん、まあそうね。私ほら服装がこれ終わったからさ、うん、じゃあだってアメリカで買ってきてんだもん、これは。17年住んでたから許してください、私は。かわいいよ。ありがとう。でもなんかリュウキとかにもこの間言われたもん、ね、ヘラちゃんいつもすごい格好してますねっつって、うるせえ、うん、うるせえっつって。あ、リュウキも言うんだ。言われた。あなたも言うじゃん、たまに。たまにね、もう見慣れたけど、だいぶたまにちょっと大丈夫とは言うけどね、うん、言われる。うんうんうん、まあ見慣れましたよ。ありがとうございます。もう17年住んでたんで許してください。実際大半アメリカで過ごしちゃったからね。うん、うん、じゃあ結局さ、じゃあ最後になっちゃうけどさ、自分のことをポカホンタス系って思う？思ったことないよ当たり前のように。そうそう、ね、当たり前のように、はい、うん、私もないないよね、うん、ない。だから日本に帰ってきたかもね、うん、私は。私もビザの問題とかあったし、まあでも本当にさ、なんか、まあ、後出しだけではないと思うけど、私いずれ多分日本に住むんだろうなってのが視野に入ってて、うん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 、でもね、じゃあその時の状況とかさ、ケースバイケースじゃん、うん、それでなんかまだなのかな、でタイミング来たな、じゃあ別に未練はないし、うんうん、みたいな、うんうん、そうね。そもそもなんかさ、これ結構思うんですけど、なんかここに住んでるからかっこいいみたいな思う人いるじゃないですか。いるね。あれ何なんだろうね。
あれ何なんだろう。だからさ、それで結婚する人とかも全然いる。まあいるのよね、世の中には、うん、本当にね、うんうんうん、その海外だからキラキラしてるって自動変換されちゃう人って何なんだろうなとは思ってしまうかな、うん、なんかでも日本とさ同じような国がただ言葉が違って文化が違っててだけなんだよ、うん、なんでそれでさ国変わったらキラキラするのかなと思ってしまうかも。純粋にいろんなとこ住んだからからかもしれないけど、うんうん、まあなんかでも日本人昔からなんかそういうアメリカに対する憧れみたいなってめっちゃある気がするんだよね。どっから来たのそれって。どっから来たんだろうね、うん、昔からない。でもなんかあるような気はしてる、ね、してた、うん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 、なんだろうね、映画の世界とかなんかだ。へえ。その辺の感覚はさ、私がさもうだってね中国人として日本で生まれてアメリカ住んじゃった時点でさ、うん、そこをさなんか悔しいぐらいさ分かること絶対ないじゃん、うん、その海外がキラキラしてるとかさ現実知っちゃってるからさ、ね、と思ってしまうよね、うん、すごい。カメラの充電がなくなってしまったのでちょっと今携帯撮ってるんですけど、あとなんかさ私純粋にさポカホンタス系の女子の話バーって今日してたと思うんですけど、うんうん、私ね多分純粋にあんま得意じゃないですか。はい。いやなんかね気が合わないなって思う理由ってさ、うん、ああいうのって結構マウント取るわけでしょ。じゃあ海外に住んでる自分とか外国人の彼氏と付き合ってる自分みたいな感じでさ、うん、結構こうあるじゃん。あります。あれはマジで見ててムカつくんだよね。でもそんな大したことはないぞとは思ってしまうかもしれない。別に人種が違うだけで同じ人間だからね、うん、だからリンゴかバナナかの話はみんなフルーツじゃん、うん、確か思わん。そうね。まあなんか正直こう日本じゃいけてない部類に入ってた人たちがアメリカに来てこう人が変わったようにさそういう風になっちゃうわけじゃんっていうのがポカの定義だもんね。定義なんですけど、うん、ちょっと性格に問題があるんじゃないかなって思っちゃう。わーめっちゃでも分かるけどね、うん、分かる分かる、うん、普通にシンプルに性格が悪いんじゃないか、うん、なんだろう。なんか応援したいとは思わないなんかさちょっとさ暗かった子とかがさ、うん、海外を経験してさ、うん、で明るくなって可能性知れて、うん、明るくなったらそれすっごいいいことじゃん、うんうん、でもなんかさポカってさちょっとこうそこのコンプレックスから来るちょっとこうマウント取ったりとかそう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 人を嫌な思いさせてる人ってことでしょ。そういうことそういうこと。それってさなんかヒップホップじゃないの、うん、そうだからそれはシンプル性格悪くねって思う。シンプルだから性格悪いよなっていう話ですよね。だからリンゴかバナナか、うん、桃かイチゴなのかっていう話、みんなフルーツ変わりません。違う土地に住んでるだけです。どこだから偉いとかない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 、そんなのないです、そんなのないです。はい。なんだだってうちのチーム、うん、全員だって海外経験があるそうだね、うん、全員バイリンガル以上だからね。うん、バイリンガルかトリリンガルしかうちのチーム今4人いるけどみんなそうですけど、はい、普段ね、そんな話誰もしない誰もしない、うん、誰もしないね、リュウキはね、どの女抱いたかって話ぐらいしかしなかった。そうだね、 あいつはあれしかしない、うん、あの話しかしない、うん、どの女抱いたかとか、うん、どの女を抱くかとか、うん、どの女をまた抱きたいかの話しかしない。そうだね、うん、DM 送ったかとかねっていう話しかしない、ね、うん、してないから誰も本当に鼻にかけてないし健全だなって思いますね。はい、はい、はい、そんな感じでまずどうぞこの辺でおしまいします。怒られるよ、リュウキ。怒られるよね、うん、カットカット。はい、じゃあ皆さん本日も楽しんでいただけたらとても嬉しいです。こういう喋る動画とかもね、たまにはたまにはというか結構最近撮ってるのか、うん、うん、楽しいよね。楽しい、うちらはとても楽しいです。みんなもね、同じ感じで楽しんでいただけたらとても嬉しいです。ぜひね、高評価コメントお待ちしてます。じゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。